皆さんこんにちは。おはようございます。坂田めめ子です。実は昨日神奈川から岡山に帰ってたんですけども、兵庫の姫路のあたりで車が動かなくなっちゃって、高速道路でレッカーされまして、私の愛車が。で、近くのビジネスホテルに息子ともども泊まりで、今日は、今兵庫の山崎のインターチェンジっていうところにいるんですけど、そこから津山に行って、で津山駅から勝山に行って、でそこからヒルゼンっていう感じで行けると思うので、ちょっと今日は行ってみたいと思います。初めてのレッカーでした、ちょっと衝撃でしたね。皆さん安全に運転しましょう。お前がなってよね。